田妻ジャンネルです。ご視聴ありがとうございます。皆さん、BS 富士で放映されてるあのウイスキー番組のウイスキーペディア、ご覧になられてるでしょうか。今回はね、このウイスキーペディアと長浜蒸留所がコラボしたウイスキーがリリースをされました。こちらでございまして、ウイスキーペディアフェローワールドモルトということで、今月の27日にリリースされました。今日はこちらにスポットを当ててお送りをしていきたいと思います。メディアは私もね、あの拝見させていただいてるんですけど、 YouTube チャンネルがあって、私は YouTube チャンネルの方で拝見させていただいております。番組の中で架空というか設定上のバーがありまして、ザ・エンドというバーで、俳優の倉田英二さん扮するマスターと、今回長浜蒸留所のチーフブレンダーの八久さんがブレンディングをされました。まあ、俳優さんなんですけど、非常にウイスキーに精通しておられるんですよね、この倉田さんっていう方は。さまざまなウイスキーイベントにもね、結構出没されてるみたいで、ウイスキーアドバイザー会ったことあんねんな、チラッとイベントでお会いしたというか、まあ、見かけたやな、お見かけした、はい、ぐらいっていう感じで、ウイスキーのイベントにはね、出没されてるということでございます。で、ラベルなんですけど、その倉田さんのイラスト、そして八久さんのイラストがこういう風に書かれております。可愛らしいイラストかなと思いますね。内容が 700ml でアルコール度数が 47%、価格が8000プラス税で、本数の方が3000本限定ということで、ただいま絶賛発売中ということでございます。海外原酒をベースに赤ワイン樽熟成、そしてシェリー樽熟成に、まあ、スモーキーな原酒をブレンドされたということで、このシェリー樽の方は華やかなフレーバーのシェリー樽を使用されてるということで、マスターから醸し出されてる哀愁さを軸にブレンドしたということで、タイトルにフェローっていうのがついてるんですが、フェローというのは仲間たちという意味で、まあ、たくさんのウイスキーラバーに楽しんでもらえるようなウイスキーにしたという、そんなコンセプトでございます。お色の方こんな感じでございまして、綺麗な琥珀色でございます。結構深みのある琥珀色ですね。ほんのりスモーキー、どっちかいうと甘さと、あとシェリーダル由来のちょっと赤い果実系、そして赤ワイン由来のちょっとフルーティーさの香りも感じられますね。飲んでみたいと思います。甘さとスモーキー両方あるな、うん、シェリー由来の赤いフルーツ感、蜂蜜感もあるし、赤ワイン由来のフローラルさも感じられるね。で、この哀愁を感じさせるというのは、これスモーキーのことを言うたはんやろな。なかなか難しいで、哀愁を感じさせるテイストって。いや、あるある、哀愁を感じるウイスキーっていうのは確かにね、このテイストからいくと、このフローラルな感じとかは哀愁じゃないやんかってなったら、ちょっとスモーキーさがこれ哀愁に入るのかな。ウイスキー飲んだ時に哀愁に近い感情を覚えるのは、だいたいオールドボトルみたいになってる時なんで、それはまあオールドボトル独特の古酒感やろ。そういう、それを哀愁かどうかっていうところもあるけどさ、とかあのタンスの奥みたいな香りあるやん、まだ新しいウイスキーにあんまりないやん、はい、なせよ。俺こないだ感じたけどさ、その哀愁を、古いウイスキーやろそれは。1966年のグレンモール、これあのめっちゃいやいや、もうそんなんと比較してあげたらあかんがな。いや、哀愁っていうジャンルってでもそこに、まあまあ大体そんな感じよな、うん、だから今の新しいウイスキーに哀愁はなかなか難しいよ、ブレンドの中でな、うん、倉田英二さんの X がね、今日投稿されてまして、それを読ませていただくと、ハイボールが最高と言ってはります。開封直後のストレートは少々若さが先に出てます、なので早めに開封してから時を経てお楽しみくださいと。でもそんな硬い感じでもないけどな。爽やかさとフルーティーと蜂蜜とスパイシー、倉田と同じ大器晩成型のウイスキーですということでございます。長浜のブレンデッドって結構そういうとこあるやん、ちょっと開くとな、うん、やっぱり1ヶ月ぐらいすると、おなんかうまなったっていうのはあるよな。あるある、自分らのボトル買ってそうやね。ああ確かに、と配線を確かに今加水で飲んでみたいと思います。結構ピート出てきょうるわ、加水で、うん、ピートも出てくるけど甘さも同時に出てくる、うん、でこれグレーン入ってなくてモルトウイスキーなんですけど、結構甘いよな、うん、甘さ結構あるなという感じで、倉田さんがおすすめしてるちょっとハイボールいきたいと思います。ハイボールで飲んでみたいと思います。確かにハイボールうめえな。スモーキーともくんだけど、結構甘みあるような、メープルシロップのような、で余韻がスモーキー、ちょっとスッキリ系のスモーキーさが出てくるね。あ、うまい。あ、これハイボールうまいわ。ちょっと今まで飲んだことのないテイストなことないこれ、うん、このハイボール。ストレートと打って変わってすごい爽やかな雰囲気なの。爽やかやけども甘みがとてもある、うん、嫌な甘みじゃなくて自然な甘み。このハイボールなんか哀愁感じ
ストレートで飲むよりちょっと哀愁にこだわらせていただくけど、この時代に哀愁っていうものを感じることはあまりないから、この時代にね、なかなか哀愁っていう言葉使わへんからね、いろんなメディア見てても哀愁ってなかなか出てこないからね。旅番組、旅番組な。フルーティーさがちゃんとハイボールで感じられるな。ロックでも飲んでいきたいと思います。下水道用にスモーキーさがちょっと前面に来て甘さも一緒に来るということですね。やっぱりこれハイボールがねおすすめかなと思いますね。これハイボールだよね。いいですね、うん、ちょっとリッチな感じのハイボールになるような、うん、もうハイボールとてもおすすめでございまして、ちょっと哀愁を感じられるかなというふうに思いました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お酒を楽しく幸せに。ということで次の動画でお会いしましょう。ではまた。今日これね、収録してるのが8月の29日でございまして、8月の29日といえば日刊の創設者の竹鶴正隆さんの命日ということで、今日はね竹鶴17年でねちょっと献杯をしたいと思います。竹鶴さんがいなかったら今のウイスキー業界はなかったかもしれないと。いや、なかったですね。なかったやろな、うん、サントリーすらなかったかもしれんよ。そういうこと、うん、あったとしてもこんなになってへんかったかもしれんしな、うん、まあ、やっぱり日本のウイスキーの父と言っていいのかなと思いますね。いや、いいでしょう。いいでしょうね、はい、うん、ということで竹鶴17年で献杯をしたいと思います。乾杯。あ、うまうま。これ飲んでから言うのもなんやけど、このスモーキーさの感じがやっぱ全然ちゃうな、うん、ヨイチモルトのスモーキーさがやっぱあるよな、うん、でフルーティーやね。だってまあそもそも今のこのジャパニーズウイスキーブームかって間接的にはまあ竹鶴さんなわけ。マッサンやで、うん、あのマッサン放映がなかったら、うん、こんなのあってへんかもしれん、はっきり言うて。まあ逆に言うと今もローヤル15年が売ってたかもしれない。いろんなもんが買えって、おいらにとっては良かったかもしれんけどな。ただこの国産クラフト蒸留所がいっぱいできるこういうことにはなってへんかったと思うから、選べる楽しみっていうのは絶対増えたよ。そもそも長浜蒸留所がなかったかもしれん、うん、この方っていうのは意味ではウイスキーの歴史よね、うん、竹鶴さんの功績っていうのはまあすごいことかなと思いますね。今更改めてね、今更、うん、今だって日本にもう120を超える蒸留所があるって、そんなもん誰が想像した。毎回イベント行ったら新しいとこ出てるしね。そんな簡単にウイスキーの蒸留所始められるのかみたいな感じになってるやん、うん、ウゴのタケノコのごとくこうやって蒸留所ができてる状況なんか、そんなもん考えられへんかったと思うよ。まあ世界で唯一よね、ここまで。こんなことになってるのほんまや、世界見渡してもないよ。まあ当然スコットランドでもそんな一気に増えたわけでもなく、まあもともとあそこは多いけどさ、うん、でも他の国もそんなことないやんか、うん、竹鶴17年うまいなと思ううまいなこれほんまに。うまいな、ようできてるわ。フルーティーで飲むとフルーティー&スモーキーが来るという、うん、絶妙やな。まあこれ17年やけどな、うん、うまいっすわ。おしまい。